このチャンネルは工場勤務8年目、一人暮らし3年目の25歳男の自炊ブログです。暇な時に今週は何作ったんだと動画を見ていただけたら嬉しいです。皆さんこんばんは。今日は7月の17日7時夜19時28分です。今週は夜勤です。今日は3日目水曜日のご飯を紹介します。こんな感じで買って洗ってジップロックに入れました。キムチ買ったんで、なんか爆弾作りたいなって思いました。で、スープはたまねぎと人参とピーマン。にんにくはこの皮ごと潰すといい感じに皮がむけるんで、これをね、こうやってやっていきたいな。これ青森国産のニンニク、国産のニンニクってでかくていいですよね。これをこんな感じでやると簡単ですよね。みじん切りにしていきます。もう潰してあるんで、そんなにガシガシみじん切りにしなくてもいい香りが出ます。カレーの時にたくさん使いたいから、もうちょっといくか。これで適当にみじん、ピーマンとかも入れるんですけど、もう一回この香味野菜の時点で、香味野菜切った時点で炒めておきます。炒めていきます。でもう塩を入れちゃいます。塩でいうと水分が出て早く固まる。うん、やっぱ買ったばかりのピーマンは新鮮って感じ。シャキッとしてる。昨日も同じようなスープ作ったんですけど、1週間経っちゃったピーマンちょっとしみ合ってたんですよね。やっぱり野菜は新鮮が一番。だから早く食べたいけど一人だから食べ終わるのに時間かかる。強火で炒めてるので、焦げないようにしてます。ちょっと焦げがものを水で入れるわけでするんですけど、あとは生姜入れてなかった。生姜はこんな感じで切って、そういうところも簡単にみじん切りに切ってればよかったんですけど、なんか面倒くさがっちゃって、このぐらいになっちゃったんで、手でこうやってちぎって、
入れていきます。昨日買ったイリングも入れます。イリングも冷凍保存してます。こんな感じで切って手で砕いて入れておきます。もっと細かく切ればよかった。あとコーンもあった。これも結構前ですよね。このコーン買って先週だったっけ、冷凍しちゃうって。これね、コーン。ちょっとひらめいたので、でもオクラと納豆とキムチがある。でいつもみたいにそのカレーにするのもつまんないしな、どうしようかなって思ってた時に、なんかネバネバしたやつで全部入れちゃってかき混ぜればうまいんじゃないのとか思ってたんで、オクラはちょっと細かく切ろうかな、ね、細かく切った方が納豆とかのうまくかき混ざるかな、うん、ちょっと今これ食べちゃいます。ひまめぐ、納豆とキムチ。コクうまを買いました。コクうまがなんか一番いい感じじゃないですか。どうでしょう。コクうま入れます。どんぐらい？細かいのがたくさん。どんぐらいだろう。どんぐらいだかな。たくさん入れたらバランスがどうなんだ。こんぐらいにしとこう。たくさん。大葉の風味が消えちゃうかな。キムチ入れすぎると。あと夏はキムチはもう早く食べ終わりたいんですよ。前に。キムチ夏入れてたらカレーが冷蔵庫の中に飛んでて、こういう匂いのするものはもうすぐ使い、袋にも入れてたんですけどね。で、納豆をかき混ぜて、茶碗がもしかすると小さいかもしれないですね。このスリーパッチでとちょうどいい感じのがないんですよ。野菜スープ用のムーニンボールはあるんですけどね、ちょうどいいのが。これ野菜スープに使いたいんで、あと残ってる茶碗はラーメンどんぐりなんで、ちょっとでかすぎる。どうなんだろうね。これ締めご飯って感じですけどね。締めご飯、締めに食べたい。これをご飯にかけてブワーってね、締めて食べたい。
感じがするんですけど、ちゃんと切るところは切る、切り方とか結構重要じゃないですか。同じものを入れてるのにどうやって切ったかによってなんかちょっと料理の味とか変わりません？この大葉も手でちぎって適当に入れちゃうのか、こうやってみじん切り細かく切ってパラパラっとね、味付けはとりあえずちょっとどうしよう、味見しますね一回。うん、あ、これでこれでいいです。まあ、中には醤油入れたいなとか、してもいいのかな、どうだろう。でも僕はこれで全然うまい。ちゃんとキムチと大葉の風味もして、で納豆の風味もして、でトロトロ感結構これでいいかなと思ったんで、味付けはなしで、なしでこれでいきたいと思います。一品爆弾です。そしてね、爆弾とご飯と野菜スープだけ、いいんですけどね、それでも感じなんで、あと一品どうしようかなっていう時に活躍するのが、冷凍保存していた小松菜を、辛い。まあこうやって水に浸すじゃないですか。小松菜解凍してる間にもうスープよそっちます。今あったかいのでこだわらなくて全然大丈夫です。ホワイトペッパーちょっと軽く、いつもホワイトペッパー入れすぎちゃうからちょっと軽く、で、あとはバジルをこうやって入れる。出来上がりました。野菜スープです。で、水気を切って、まずは醤油にします。鰹節にしようかなって思ったんですけど、結局ごまにします。小松菜のひたし完成です。いただきます。